はい、皆さんこんにちは、ワネルグルビッシュです。では今回はインペラトルローマ続けていきたいと思いますが、ですね、前回戦争を仕掛ける直前まで進めたと思うんですけども、その後戦争したところ完敗でした。基本的なところを抑えてなかったというところももちろんあるんですが、そもそも今回傭兵っていう、まあ制度というか仕組みがあって、仮に敵国がですね、まあ、すごく正規軍が少なかったとしても傭兵を一気にかき集めて、まあ兵数が一気に膨れ上がるということが分かってですね、なかなか勝利するのが難しい。本当に大きな戦力差があったとしても、場合によっては、まあ敗退というか首都までたどり着けないとかっていうことが結構ありましたので、今回はですね、ちょっと内政の方に力を入れていこうかなというふうに思っています。なのでまずはね、そのあたりをちょっと一生懸命やっていこうかなというところで、一旦戦争の方はね忘れていきたいと思います。であとですね、各国というか各州というか、補給の限界点とかっていうのをちょっと確認をしていっていたんですけども、今ここで補給限界っていうね、今ちょうどその一つの州を選んでいますけども、南エジプトでいいのかな、ここを見るとですね、ウェスタンデルタ州か、ローアーエジプト地方のウェスタンデルタ州、ここをちょっと見てみるとですね、補給限界が 75.25 という形になっていて、おそらくこれはですね、都市の人口とか、あとはまあその穀物とか文明度とかによって、変わってくる数値だと思うんですけども、ここ 75.25 なんですね。でおそらくこれ 75.25K だと思うんですけど、ここは 75.25K まで部隊がいたとしても、まあ、補給としては、まあ、しっかり入ってくるので、おそらく兵に対してダメージが出ないだろうというふうな、読みをしています今。で、例えばなんですけども、ロケハンで攻めた敵国がですね、この下の方にあるんですけども、このクスなのかクシュなのか。例えばここを見てみると 22.77 なんですね。で、さらに見ていくと 16.31 とか 10.82 とかっていう数値が出てきて、この 10.82 のところに仮にですね、この 30K の軍を進めた場合、ただそこにいるだけでダメージが出ていくとこういうのが分かりました。なのでまずは、軍をですね、 30K っていう大きさで作ると結構リスクが高い。もちろん大都市から大都市へ、大都市をつないで移動する場合には、この 30K っていうものを超えない補給線で、まあ兵にダメージが出ないのかなと思うんですけど、まあそれもちょっとなかなか現実的じゃないんじゃないかなという思いもあってですね、部隊を2つに分けていこうかなと。でさらに3つに分けていこうかなというふうに思ってます。でもし敵とね遭遇する、敵の大規模な軍と遭遇するようであれば、統合することができるので、例えば10の軍団3つで移動させておいて、敵が見えてきたら10を3つ統合して30の軍を作って、ぶつかるというようなね進め方がいいんじゃないかなというふうに思ってます。ではしっかり内政の方を進めていきたいと思います。まずはしっかり内政を行って行きましょう。今戦争中ではないので、まず一つ言えるのは財政のところですかね。陸軍の維持費は少ないに変えちゃいましょう。海軍なんてないんで、まあ、あまり意味はないかなと思うんですが、おっとここで怠け者の称号を得る羽目になったが、これ怠け者を得る場合と得ない場合とかあって、まあ、おそらくなんですけど確率なんじゃないかなと思います。でこういったね細々とした交易貿易ですね、ここでもお金を確実に得ていきましょう。で今正規軍はどうなんだろう、30K しかいない、
そうだね。ここに 30K しかいないので、軍をちょっと強化しておきましょうか。マクロビルダーを呼び出して、軍ですね。で、まあ、せっかくなんでラクダをね、ちょっとやっぱり用意しておきたいなと。で、どこに用意するかなんですけど、これもしっかり結構重要なんですよね。補給の限界点がやっぱり10以下とかになってきていると、それ以上の軍を編成しちゃうと、あんまりよろしくないことが起きるということなので、そしたらですね、マクロビルダーで、まあやっぱりラクダをせっかくなんで。で、あとは、普通に軽騎兵というか、弓兵ですね。で、空に、足軽を。これを基本的な軍編成にしようかな。ちょっとここの軍編成が完成したら、まあ、隊列とかを見ていこうかなと思います。この提案は全部受けて、金をかき集めていきましょう。今第1列目に弓兵がいるんだな。で、第2列に重装歩兵で、側面には騎兵ですね。これでもさ、どうだろうね。弓兵が前面にいるってちょっと微妙な気もするけどな。弓兵を一番前に持ってくるよりも、重装歩兵を第一列に持ってきた方が、防御力がいいんじゃないかなと思うんだけど。ここはちょっと視野のしどころだな。第一列を、第一列目をやっぱり重装歩兵に変えて、二列目を弓兵に変えましょう。こっちの方がなんとなくいい気がするな。後列から弓で攻撃して、前面は重装歩兵で、敵を食い止めつつ押し潰しつつみたいなね、形で進めていきましょうか。じゃあこの第1軍の場所を、第2軍の場所をちょっと変えましょう。紛らわしいので。ちなみにここは 27.95 っていう数値なので、ここに 15K を駐留させてもノーダメージの想定です。これでね、ノーダメージじゃないってなると困るんですけど、で、ここもちょっと第1列を重砲兵に変えて、第2列を弓兵に変えましょう。1万5000でも微妙なぐらいですもんね。できれば、
1万ぐらいの軍にした方がいいのかなって感じがしますけど。じゃあここ、前面を警歩兵に変えて、2列目を弓兵。で、側面をラクダ騎兵に変えましょう。これがオーソドックスなパターンになりそうかな。で、指揮官も適当に誰か入れましょう。まあ、戦闘能力が高い人間がもちろんいいのは間違いなくいいんですが、それをもう言っていられないので、どうするかっていうのを考えていきましょう。で、これと同じようなユニット編成っていうものを、いくつか作っていこうと思いますが、発明ができるようになっているという話なので、どれか発明入れていく？まあ、専門的な水兵とか入れるよりは実戦での修練。あとはお金になりそうなもの。陸軍の士気回復、プラス 2%。これも結構大きいよね。これを入れちゃいましょう。まあ、まだ戦争する予定はないと言いつつ、いつ戦争になるかもわかりませんので。あと、交易路余ってるところがあれば、交易路を使っていきましょう。まあ、欲しいもの。今だとどれもダメだね。バッテンがついているものはそもそも、輸入ができないというか、使えないというか、対象になっていないものなので、一旦諦めます。で、オリンピックの話が今ちょうど画面出てますけど、オリンピックといえば、ちょっと前もお話したかもしれないんですけど、開会式と、あと、まあ、最悪、自転車で行けなくもない幕張メッセの、フェンシングかな？全然フェンシング興味ないんですけど、フェンシングの、チケットをね、抽選申し込みしましたね。開会式はね、一番高いチケットだと30万円。もちろん30万円のチケットは手が出なかったんですけど、まあ夫婦で行くと60万円になってしまうので、それではないんですが、一応開会式のチケット2枚。僕と奥さんの分抽選申し込みしたので、まあ当たればいいなというところと、あとまあ、やっぱりオリンピック夏場にやると思うんで、屋外競技で、まあ屋根があるところ、のチケットって多分高いんじゃないかなと思うんですよね。もしくは、屋根の全くないところとかもあると思うので、ちょっとそれはきついなと思ってですね、まあ、確実に屋内でやる、かつ、まあ、最悪大渋滞というか大混雑とかになったとしてもいいように、自転車で行けるようなところっていうことで、幕張メッセのフェンシングの決勝のチケットを申し込みました。まあ、ちょっとさすがにね、全くわからないんで、開会式とかも申し込んで当たっていったものの、ものすごい人がいっぱいいるんじゃないかなと思うんで、ちょっと怖いなと思うんですね。お金もちょっと溜まってきてるので、そしたらまた、集めていきましょう。展開できる場所、ここか。ちょっとこの辺り一帯の地域確認していきますか。15.5、16.2。15.5 だったら1万の兵を集めても大丈夫だね。じゃあ、ここで、警報兵、軽騎兵。これを3。で、さらに、歩兵を。で、いつもの弓兵を3入れましょう。これでまた1万の軍ができます。こういう形で1万の軍をちょこちょこ用意していって、さっきお話したような進め方、段取りを、まあ、一つ考えていこうかなと思ってます。あとは国境近くですかね。まあ、いつ敵が攻め込んでくるかもわからないという状況もあるので、
この辺りにも兵を配しておきましょう。騎兵、弓兵、ラクダ兵みたいな足の速い部隊がやっぱ動ける必要があると思うので、ちょっとじゃあさっきのラクダ部隊、10系という規模のラクダ部隊を移動させましょう。国境沿いまで。で、再びここに同じE規模の軍を、まあ、用意すればいいのかなということになりますからね。ラクダがボーナス値で見ると、よーく見ると、まあ、弓兵とかに対しては強いんですけど、歩兵、騎兵、重装備の歩兵、騎兵に対しては、マイナスの補正がかかってるので、これがね、まあ、敵が、まあ、おそらく、重装歩兵とか、重装騎兵とか、あんまりいないんじゃないかなと思うので、そういう意味で前半はね、まあ、ある程度、有利に進んでくれるんじゃないかなという期待は持ってます。さあ、これでまたさっきと全く同じ編成の1万の軍を用意したので、1万ですね。今これ10系のままだと思うんですけど、さっき動かしたラクダの要する部隊ですね、これがですね、補給限界点を超えてるといつの間にか減っているっていう状況になるんで、まあ、そこもね、軍の規模を大きくすればいいというものではないと。それがよくわかりました。なんで、こことかのね、ボロンっていうここだと、よく見ると、9.84 とかなんですよね。なんで、ここを進軍のルートにすると、まあ、ちょっとばかし兵が減っていってしまうということなんで、まあ、できればこのナイル川沿いだと、まあ、1万の兵が動けるかな、という感じがするので、この1万の兵が動きやすい、いい数で、まあ、勝負する。1万前後。まあ、できれば1万っていう数がいいのかなと思うんですけど、1万っていう数をね、少し頼みにしていく必要があるかなと思ってます。で、最前線に一応1万の軍を配置したので、さらに1万の軍、同じラクダの部隊1万を、編成が完了したら送り込んでいきましょう。じゃあ、ここも同じくいつものように1列目を弓、歩兵、2列目を弓で、3列目を軽騎兵という形にします。で、この1万の軍を一応味方のいる場所まで進めていきます。さて、解放が起きてますけど、どうしますか？評議会はかなり多くの私有奴隷を解放するために自らの責任を果たした。うん。つまり、奴隷が自由民にクラスアップしたっていうことだね。まあ、これはいいのかな。奴隷が減って自由民が増えるっていうのが、いいのかどうか。で、もう一つの選択肢を選んだ場合は、お金108。お金108って大した額じゃないから、一応解放しよう。奴隷解放宣言。
奴隷の解放宣言、まあ一部ですけどね、奴隷の解放宣言を行っていこう。で、軍は、正規軍はいればいるほどいいので、ドカスカと、与えていきましょう。で、この辺あたりからちょっとじっくり考えていきたいな。実戦での修練とかすると、初期の経験値がプラス5。まあ、一旦、こういったところで、軍事力の底上げを行っていきましょう。で、どん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 と、部隊の方は作っていきます。ちょっと待ってね。一旦時間止めましょう。戦争ということで、我々に宣戦布告をしてきたわけか。エジプト、含めた、我々は、相当強大な敵と戦うことになるわけだな。ここが首都だね。遠いな、首都までまた。とりあえず前線に部隊を移さなきゃいけないので、前線に部隊を移していきましょう。なんかあんまりのんびりしてる暇はなかったね。本当に。さっき言ったように、同じ州に大量に人材を入れると、まあ、ピンチに陥るので、そうならないように、移動を行っていきましょう。1万1000っていう兵か。ちょっとこれも微妙だけど、とりあえず前線に送り込んでいかないと敵が攻め込んでいきますからね。奴隷解放宣言をしたのに反発してきた連中だな、おそらく。私は自由の民の王。さあ、またこれで兵が整いましたので、兵を配備していきます。で、隊列も変えておきましょう。ラクダ騎兵に変えて、彼らのところに指揮官を入れます。その上で、彼らを前面へと配置していきましょう。ちょっと数をか、クリックをって言った方がいいのかな。クリックが一つみんな多くて、数で言うと、1万1000っていう軍勢が多くなっちゃってますけども、一旦ここに、人々を、軍を動かしていく。そうなるとさ、後ろに動かそうとしてた、部隊も、後ろではなくて前へ進めた方がいいよね。何があったとしても戦争に負けられないので。ああ、そうだ。あとそういう意味で言うと、財政のところも、維持費は高めにしときましょう。陸軍の維持費ね。ちょっとその前にイベントをこなさなきゃいけないな。セラピス進行。外国人の支配者として、うんぬんかんぬんということで、まあ、回収の話ですかね。じゃあ選択肢見ていきましょう。エジプトは正当性を失うと。なんかあんまり良くなさそうだな。異国の影響を受けない。研究進捗速度プラス 5%。ほう。悪くない。これにしましょう。で、陸軍の維持費は、マイナス3になったとしても今戦争中なので、これで行きましょう。お、減ってる。ここは？いや、25.8 じゃん。どこが行けなかったの？砂漠だからだな、きっと消耗が増えている。砂漠がゆえの消耗が生まれてるね。
でも、ちょっとここはしょうがないですね。我慢しましょう。あとはもうそういう意味で言うと、前線で、そもそも、部隊を雇っちゃうというのも手ですよね。ジフテリア。病気にもなっちゃったんだな。まあ、部隊の数多ければ多いほどいいというものではないと思うんですけど、どうしてもね、戦争は数なので、ちょっとそこは数をある程度用意しましょう。この数で十分なのかどうかというのもちょっと不明ですけどね。まあ、なんといっても、数として、敵を圧倒するだけの数が必要になってくるので、ちょっと仮想敵国の今の部隊数を確認、仮想敵国じゃないね。もう完全なる敵国だね。確認していきましょう。35。正規の軍だけで、だいたい35大隊あるからね。これ撃破するって結構な数の、やっぱり、軍勢の数がないと厳しいよな。今、前線にこれだけの部隊を置いてますけど、ちょっとドクロマークが出てるのが気になる。砂漠だから消耗が起きてるという話だな。となると、とはいえ砂漠じゃないところないからな。とりあえず1個前に進んじゃいますか。そしたら、14.56、ここは20.1か。そしたら主力部隊を前に出しましょう。ここで占領がはかどれば1個ずつ前に進める。この繰り返しだな。まあ、今1個ずつ占領してるって形ですね。15.47だったらこのまま進めますね。っていう形でね、部隊がしっかりと補給圏内に収まるように進んでいく必要がありますね。部隊数でいうと供給不足になって、今ピローンって供給不足出ましたけど、ここって本当に供給不足なんだっけ？あとは部隊をさらにいつもの編成を組んでおきましょう。
全然敵が戦争仕掛けてきた割には動いてこないのがちょっと気になりますけどね。まあ、首都まで長いからな、敵の首都ね。敵の首都どこでしたっけ？ここかな？違うな、もっと上でしたね。ちょっと敵国の首都確認しますか。85歳。とんでもねえな。一応仮にワンフェイを結ぶとした場合ですけど、首都、ホロイメディオン。ホロイメディオンを攻略しなきゃいけないという話だな。じゃあそのホロイメディオンがどこにあるかなんですが、ホロイメディオンは、ホロイメディオンがどこにあるか、ちょっと先に敵の要塞を落としたようなので軍を動かしていきましょう。ホロイメディオンがどこにあるかをちょっと確認して、そこまでのまあ進め方をちょっと確認しておきたいな。敵の首都、ちょっと一旦時間止めちゃいましょう。ホロイメディオンの場所を確実に把握しておきたい。結構、うわ、ここか、遠いな、むちゃくちゃ遠いぞこれ。ここがホロイメディオンですよね多分。だいぶ遠いポロイメディオンまでじゃあ進まなきゃいけないわけだな。ポロイメディオンまで進むのに補給線を維持しつつという話なんですけど、パッと見だとこれどうなんでしょうね。一応陸続きというか海岸沿いなんで補給線はそれなりにありそうなんで、ここを地道に攻め上っていくっていう形になるのかなね。じゃあちょっと地道に前に進んでいきましょう。一個ずつ方を確実に前へ進めていきます。じゃあまた時間を進めていきます。まあ、内政は力入れるとか言っといて、もう戦争を追っ始めてますけど、ここはでもしょうがないね、敵からの対応中なんで。で、ケージが発動できるので、どのケージを入れるか。規律も結構戦争にプラスになるからな。規律、一律 1.5% ですよね。規律は、それぞれダメージへのボーナスがつくということのようなので、攻撃時のダメージ、防御時のダメージ、それぞれボーナスがつくようなんで、まあ、戦争中これは本当に大きそう。あと、研究ポイントが 3% 増えるっていうのも、研究、まあ、投入できるタイミングが早まるっていうのがありますよね。あとまあお金も当然そうなんですけど、今割とお金に余裕があるんで、まあ、お金は一旦置いておいて研究ポイントにして、国力の底上げを図っていきます。で早速その研究ができますよと、発明できますよっていうことなので発明を入れていきましょう。軍隊の職人ってこれは何なんだろうか。ちょっと中身見ていきましょうか。軍事の研究速度がプラス 5%、今軍事の進捗がプラス 95% がプラス 100% っていうことで 100% のボーナスがつくってことだな最終的に。じゃあこれ入れちゃいましょう。これ永続的につくでいいのかな。 100% になりましたね。
じゃあまた時間を進めます。一歩一歩その歩みを確実なものとしていきましょう。あとはこのルシディアとかこの辺り敵国はどうなってるんだ。ルシディアは敵国になっている？ルシディア自体は敵国に入ってはいない。結局その途中だよね。途中にいる国が敵国なのであればそれを食ってきゃいいってだけの話なんで、このルシディアは敵国には入っていない。ちょっと待って、なんか戦争ここだけを見てるけど合ってるでいいよね。その地理的な感覚がないので、なんか知らず知らずのうちにとんでもない過ちを犯しているっていうこともあり得るんで。あとここサマリアは敵国になってるのかどうかだな。ちょっとこれも確認していきましょう。サマリアも敵国になっていないね。ごめんなさい。シド、シドンも敵国にはなっていない。イオニアとかがどこにあるのか全然わかんないからな。ちょっとイオニアの場所とか確認しておきたいんだけど、この辺の小さな国々だよね。あとはカリーナ、あとはこのバイブロス。でもこのバイブロスとかもなかったよね、パッと見。バイブロスとか、カタリナもないもんね。このまま普通に戦っていけばいいんだろうな。なんかいきなり全然想定してないところから吸収を受けて滅びるとかっていうのは避けたいなと思ったんですけど。お、14.2K になってる。ここの、いや、大丈夫だな。それにしても 14.2K。あんまり嬉しくない情報。一旦全員砂漠から出してあげたいよね。で、外交で敵国の状況を見ると、ちょっと待ってくれ。大隊が98個大隊に増えてるよ。こんな無理だわ、98個大隊とか。だって、我々の戦力をはるかに超えてるもんね、98個大隊って。マジか。とんでもねえ強国だぞ、これ98個大隊って。マジですかい。98個大隊を相手にするってこと？今から。だって我々が持ってる部隊ってどうなんだろうね。パッと見計算しても50、60ってところですよね。まあ、あと100ぐらい作らなきゃいけないってこと？じゃあ。いや、なかなかしんどいこと言ってくれるな。じゃあいろんなところでちょっと部隊を。ババババババーっと作っていきましょうか。弓がここにもう一体いるので、そしたら弓、騎兵に、警報兵。まあ、これをワンセット、ある意味でのワンセットにして、これでまた1万、まあ、10手段を増やしました。っていうのを、ある程度の数こなしていくっていうことだよね、だから。いや、本当に、金食うな。
まあ、人的資源も、まあ、お金も余裕があるので、これを繰り返していくっていうことになると思うんですけど、それにしたって、敵国も、開戦当初35師団だったものが、ほんのちょっとの間に100師団を超えているっていう時点で、ものすごい増え方してますよね。で、敵もさ、何がしたいのって感じだよな。そろそろ攻め上がってきてほしいんだけど。そうした方が、もう全面対決というか、敵の手段を削れるからな。これで40手段ぐらい今、作りましたね。じゃあまた時間を進めます。あ、敵がやってきている。これ、ちょっと待ってね。今、戦争が始まっちゃうので、確認したいね。ここはね。で、その前に。総督の知力。どうしよう。お金200。いやー、お金余裕があると、口では言ってみたものの、それなりに、ダメージは受けてるな。まあ、総督の、信頼を失ったものの、いいでしょう、これで。で、今、戦争中だね。敵重装歩兵がいるわけだな。重装歩兵の数がちょっと微妙だわ。押されているね。ちょっと待って、これさ、手段投入できないの？うわ、投入できねえし、遅すぎたし。これはこのままいくと敗北するな。かといって傭兵を投入するのも微妙だしな。全面攻撃を採用するのが良くないというのが分かった。全面攻撃をやめて、そうだな、敵の戦術をちょっと確認しておきたいぞ。ここに、ことここに至っては、こやつが入れてきているのは妨害戦術を入れてきている。妨害戦術を入れてきているというのが分かったので、妨害戦術に対してのカウンターだね。妨害戦術が対してのカウンターになるものがいい。妨害戦術に対して、プラス 12.5% の、ボーナスがつく三平戦術でいこう。三平さんでいこう。三平さんで一旦みんな三平さんに変えます。前面にいる敵の、ちょっとごめんね、今なんか出たの見落としちゃった。この1万っていう軍を潰さなきゃいけないので、もう彼らは敗退する可能性が極めて高い。続けざまのカウンターパートで敵を潰す。なんかちょっと今音声が乱れてますか？まあ戦闘に敗北するよね。1万の兵を失ったが、
ただ続く我らの軍はこれを撃破するための戦術を組んでいるぞ。何？それにしたってこれも敵1万8000か。ちょっと待ってくれ、マジで厳しいぞ。ちょっと確認しましょう。これも敵は全面攻撃に変えてきてやがる。侮れないな、本当に侮れない。そしたら一旦攻勢に出るのはやめて、ここで敵を迎え撃ちましょう。敗北が続いてるからね。いきなり敵を全面攻撃に切り替えてきてやがった。基本的に守る方がやっぱり有利だよね。戦いになるが、ここに勝利できないと結構しんどいことになるよな。なんか負けそうだけど、ちょっとここも敵の戦術確認しよう。うわ、戦術を確認する前に完敗を喫している。うつ病になったのか。次はうつ病ですか。いい、次々に敵も軍を送り込んでくるな。ちょっと一旦時間止めましょう。圧倒的に軍の数が足りていないので、軍をちょっと補給してあげなきゃいけないな。まず動かします。主力として戦ってもらわなきゃいけないので、軍を動かしましょう。いや、思ったより本当に全然戦争が一筋縄でいかないというのを知ってはいたけど、戦争を仕掛けられるっていうこの状況。ちなみに敵国はどうなってるかというと、125師団だよ。だってこんな無理でしょうよ。125師団をさ、相手にするとか。和平結びたいわ。白紙で和平できる。和平を結ぶしかない。なんとかして和平を結びたいけど、圧倒的に軍の数が足りないもんね、師団の数が。なので、一旦じゃあ、今回ここまでにさせていただいて、裏で師団の数を増やしておきます。というか指示だけ出しておきます。では、今回はここまでにさせていただきます。ちょっと進め方が合ってるのかどうかっていうのもちょっと微妙だけど、まあ、一旦今回はここまでにします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、
あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。